ぞ。お疲れ様。うん、お菓子と飲み物の配布をやってるよ。お疲れ様といえば、さっきはすごかったね、本当に。いやー、格好良かったよ。そりゃあね、演奏が始まったらみんな舞台に見入ってたから、仕事をしなくても平気なぐらいだったの。だからこの会場にいた人は全員見てたんじゃないかな。そうなの？全然気づかなかったよ、そんなの。本人が気にするほど周りは気にしてないものだよ。ごめんごめん、そんな意味じゃないから。あんまり細かいことは気にせず、ちゃんと盛り上がったことを誇ればいいと思うんだけどな。星名くん、本当にかっこよかったよ。あ、照れてる照れてる。でも本当に良かったよ、舞台が成功して。ミスはしちゃったのかもしれないけど、あれは成功と言っていいと思うな。何はともあれ本当に良かった。参加者も多いし、しっかりと盛り上がって、これが学生会で関わる最後の仕事だからね。これですっきりと終われそうだよ。うん、ありがとう。